ご覧のスポンサーがお送りします。こんにちは、ニュースをお伝えします。フランスに留学中の黒崎成美さんが行方不明になっている事件で、寮で同じ階に住む学生が先月5日の午前3時20分ごろに黒崎さんとみられる女性の悲鳴を聞いていたことが分かりました。埼玉県上尾市で今日未明、住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。では全国の今日の天気です。北海道と東北は日本海側を中心に雪が降るでしょう。北陸も雨や雪のところがある見込みです。関東から西は晴れるでしょう。予想最高気温です。北海道や東北、北陸は昨日より低く、札幌は1度、仙台と金沢は9度の予想です。関東から西は昨日と同じくらいで、東京で13度、大阪と福岡で14度など、各地で3月並みの暖かさです。週間予報、西日本です。この先も晴れる日が多いでしょう。ただ土曜日と日曜日は広い範囲で雨が降る見込みです。東日本、北日本です。日本海側は雪や雨の降る日がほとんどです。太平洋側はしばらく晴れますが、日曜日と月曜日は冷たい雨や雪が降るでしょう。ご覧のスポンサーがお送りしました。